NGC40 は、ケフェウス座の惑星状星雲である。ウィリアム・ハーシェルが1788年11月25日に発見した。死につつある恒星の周りを熱いガスが取り巻いている。恒星は、自身の外装を吹き出しており、周りのガスの温度は10、摂氏零零度にも達し、幅約1光年に広がっている。恒星の表面温度は50、摂氏零零度である。 約3万年後には地球程度の大きさの白色 y 星になると考えられている。ABCDEF チャンドラ X レイアブザーバトリ2019年9月3日閲覧 ABCDEF シンバドアストロノミカルデータベースリザルツ4 HD 8262019年9月3日閲覧 ABC オメえ スティーブン・ジェームズ・ディープ・スカイ・コンパニオンズ・ザ・コールド・ウェル・オブジェクツ・スカイ・パブリッシング・コーポレーション・ピアニッシモ・2223・ ISBN0 から93万3346から97から2・セレスティアル・アトラス・ NGC40 ・ザ・ポー・タイ・ネビュラ。ありがとうございます。